河合駅は東京都西多摩郡奥多摩町河合にある東日本旅客鉄道大目線の駅である。駅番号は JC70。短式ホーム一面一線を持つ地上駅である。乗車駅証明書発行機、簡易水化改札機設置駅。現役車は2010年11月より建て替え工事が行われ、2011年3月1日に供用開始されたものである。 駅施設としてのトイレは設置されていないが、改札外に公衆トイレは設けられている。大梅駅管理の無人駅である。ホーム設置場所の線形は曲立半径が小さくなっていることから、列車とホームの間隔が比較的大きい。1999年10月29日には、旅客が転落したまま電車が発車してしまい、死亡するという事故が発生した。その後、 転落検知器や照明が整備された。御嶽駅寄りにあった東川井信号場は奥多摩からの石灰石貨物輸送廃止に伴い2001年3月20日に廃止された。発車メロディはスイッチ製作のものを使用している。曲は上り列車用が旅の予感、下り列車用がシーウィンドである。2010年度の1日平均乗車人員は233人である。 近年の推移は、下記の通り、川合駅が最寄りのバス停である。ありがとうございます。